中尾号の鎌本ハサミ焼きハサミ焼きは、長崎県東園義群ハサミ町付近で産する、陶磁器。慶長年間、藩主大村氏が朝鮮から連れ帰った投稿に始まる。丈夫な日用品が多い。江戸時代から大衆向けの食器を巨大な、伝坊式のボリガまで多量に焼いてきた。今日でも、食器生産が盛ん。1990年代前半には、 全国の生活雑記のシェアの14から13を占めたこともある。大村藩主の大村木前が文読、慶長の役から帰国するとき、朝鮮登校の理由形が同行し、彼が慶長3年に村内に上り釜を築いたのが始まりとされる。当初は有薬を施した陶器を焼いていたが、良質の糖土を発見したことによって、磁気生産が中心となった。 当初は、三股里の陶石を原料とし、政治が主力であった。その後、砥石として広く流通していた、天草の石が白磁原料に向いていることが判明し、大量に天草砥石を購入して、町内全土で磁気生産を行うようになった。大衆向け陶磁器を施行し、大量生産に特化した。中央の絵のボリガマは、 全長約160メートルという巨大な釜であった。一方で、隣の有田、三河内との新誕材をめぐる諍いも激しかった。三藩が接する幕の頭と呼ぶ山では、互いに領地を犯して、焚き木を盗んでくることも、日常的で、山の中で乱闘、殺し合いも起きるありさまだった。結果、三藩の協議によって、領地の見直し交渉が何度も実施されることになる。 幕ぬ頭山頂に立つ三角柱の三両石は、滝木をめぐる陶工たちの争奪戦の遺物である。江戸時代に生産された簡単な草花文などの絵付けを施した時期。それまで時期は赤絵染め付けなど高価なイメージが強く、庶民にとって高値の花であったが、この倉湾河湾は、時期は高いという従来の常識を覆し、庶民に普及した。名称は、 淀川の京都、大阪間にある平方塾で、商人が小舟で三十国船に近づいて、酒クラワンカも湾か餅倉ンかと生やしながら食事などを売った、倉ンか、船に由来する。1790年に初めて作られ、1820年代から、盛んに生産されるようになった、酒や醤油の輸出用の瓶。当初、木の樽だと風味が保てないため、オランダ商人らは、 自分たちが持ってきたワインの空き瓶を利用していたが、出荷量の増加に対応するため、簡素な染付白磁を用いた、とっくり型の瓶を作らせた。中身を示すため、オランダ語で、ジャパンシャスイア、または、ジャパンシャザッキーと書かれている。名称はポルトガル語で、仲買人を意味する、コンプラドールに由来する。主に給食事業に使用される、強化時期。1987年に、 町内小中学校の給食用食器として開発された。当初、割れにくいを意味する方言、割れにくかから割れにくかと称したが改良を加えて、ハサミスクールウェアに解消。2000年には、セーフティーワンも開発された。ありがとうございます。